リッキーのレッツ深呼吸皆んこんばんは。えー、2月8日火曜日の6時を回りましたえー、皆さんいかがお過ごしでしょうかねえー。深呼吸してますでしょうかね。まあ、ドライブ中の人も、えー、家で聞いてる方もですね。本当にね。こういう混沌とした。忙しい世の中なので。 深呼吸してない方多いと思います。えー、朝ね目が覚めたら深呼吸、で夜寝る前も深呼吸。ね、えー、渋滞でね、えー、イライラしてる時も一呼吸置けば心が整いますので、えー、深呼吸をね忘れないでください。深呼吸をしちゃいけないところは、えー、トイレだぐらいですから。<laughs> それ以外はねいつでもどこでも 1>, あの1分以内でね気軽にできますので、えー、深呼吸をねなるべくするようにすれば、えー、健康で、えー、心もリセットできますのでね、えー、深呼吸するようにしてくださいね。えー、と今日はですね、えー、2月8日の放送ですがうーんアスティーダフェスに参加してるため、えー、収録となってます。 ちいかもね今日はあのちょっとお休みになってますんで一人で今日はですねしゃべまくりたいと思いますんであの1時間ねえ今日はいろんな話をしていこうかなと思います。えー、ねまああのそうですね最近の、まあ、話題というよりもこれから未来の話が、えー、今日は多いかなっていう感じですね。 これからどういう時代になっていくのかとかですねどういうことを先取りした方がいいのかとかその辺をですねお話ししていきたいなと思いますので1時間お付き合いお願いします、うん、FM ギノワンレッチ深呼吸この放送はアスワンの天然水を贅沢にサーバーで飲めるプレミアムウォーター陸上の小さな海サ珊瑚畑の提供でお送りいたしますプレミアムウォーター 熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から組み上げたミネラル成分豊富な天然水を加熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞。電話0988688282。まるで陸上のサンゴ礁。読谷山にあるサンゴ畑は日本最大級のサンゴ養殖施設。120種類のサンゴとたくさんの海の生き物。 海に潜らなくても沖縄の綺麗な海を思いっきり堪能できます苗作り体験やツアーもやってます行ってみようサンゴ畑 FM 小里、FM 技能を聞いているそこのあなたそんなあなたに朗報です両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんですお得な情報を聞き逃してるかもあー、24時間聞かなくちゃ そんなことはできないので公式ラインアットの登録をよろしくはいどうもレッチン呼吸お届けしてます、えー、今日はですねちょっと収録っていうことなんですがはい、えー、今日の話題はですね、えー、今日もう僕一人なのでキャン君もいませんのでいろいろとね、えー、自由気ままに話していこうかなと思ってるんですけどあのー、主にですね、えー、今日は えー、未来のこれから先のことをですね読み解いていきながらじゃあ何が必要なのかとかね何に関心を持った方がこれから先ね、えー、いろんなことにプラスになるかっていうこともお話ししたいと思いますが、えー、その前にですね一言だけ、えーね、この間ね2月1日ですか えー、東京都知事もね歴任された石原慎太郎さんがお亡くなりになってですね、えー、非常にまあ、えー、ショッキングだったんですがもう89歳数で言えば90歳大養生ですけどね本当にね僕は大好きな政治家でしたね。というのはあのー、もう本音でですね、えー、どこにも誰にも忖度しない。 あの姿勢っていうのはとても素晴らしいなと思ってですね。今の政治家にいないですね。えー、もう本当にいろんなね、えー、政治家にもね、大物、えー、あと派閥とかいろいろあってですね、えー、周りの顔色を伺ったり、えー、もうそういう政治家が多い中ですね。あの石原慎太郎さんはもうさまなことをまたやってくれましたからね。 えー、もうニュースとかで皆さんはね、えー、ご存知かと思うんですが、ねえー、ディーゼル規制とかですね、えー、東京マラソンを始めたりとか、えー、沖縄にはとってはですね、えー、特にこの戦後の沖縄にとても思いを寄せてくれたりですね、えー、今南西諸島でですね、えー、問題になっているこの尖閣諸島尖閣列島のね えー、これも東京都が買い取るんだっていうあの発言もねちょっと度肝もを抜きましたけどまあかなわなかったんですがねああいう気持ちだけはとてもね、えー、心に染みたなっていうこととかさまざまな、ねえー、石原慎太郎節でですね、えー、勇気づけられた方もいると思うしこれぞ政治家っていう形のね姿勢を見せてくれました。 ご冥福をお祈りしたいと思いますさて、えー、今日はですね、えー、本当にこれからのあの時代変化がですね目まぐるしいっていうことなので2022年はいろんなまあ皆さん情報が早い方はですね NFT とかメタバースっていうのもね耳に知ってると思うんですが。 またライブコマース私がね今集中してやってます沖縄発のプロライバーということで今活動してますけどライブコマースも今年が元年と言われてますしね、まあ、NFT 自体はもう数年前から言われてますけどなかなかねあの理解できてない方が非常に多いと思いますね。周りに聞いいても NFT 何みたいなね <laughs> 新しいどっかのチャンネルとかねあの全く理解できてない方が非常に多いメタバースでもね知らない方も多いライブコマースですらもう全く知らないで僕が今、えー、毎朝ね5時から6時まで、えー、参加しているクラブハウスのこともほとんどの方が知らなかったりする。今情報化社会 なんですがものすごいこの風の時代って言われてて次から次へと新しいことがね起きてるんですけどもう早すぎるのでパッと身構えてつかまないとまた次のことがやってくるから,だからこの辺のねチャンスを逃さないっていうことがこれからとても重要になってきますね。 えー、まあ f a c e b o すら毛嫌いしてた人が「もうフェイスブックは終わってる」みたいなね、えー、もう次クラブハウスだとか、えー、ボイシーとかねいろんなまあ音声メディアもあるし、えー、InstagramTwitterTikTok、ねえー、などもね、えー、とてもうまく活用されてる方もいらっしゃいます個人でとかね企業もそうなんですが。 この辺はこの SNS はもう使い方次第でどうにでもなりますのでえ自分の思いを発信したりえそれでフォロワーさんがねえもう共感してくれた方がフォロワーになったりでそういうメッセージをねあのお届けできますので今はもう個人がもうメディアになってるっていうそういう時代ですからねそれを意識してまあ あのご自分の趣味でもいいですしえいろんなお考えをですねえそういう自分がえ好きなっていうかえ入りやすいメディアを活用してえどんどん発信していくっていうことがまあ仲間が増えたりとかですねあ私も共感するよとかさあのそういうまたコメントが入ってきますからえこういうコロナ禍でね人と会えない えー、時代になってますのでそんな SNS を利用して、えー、仲間が増えていくっていうことはとても、あのーまあ、心が豊かになるっていうかですねそこでまた新しい情報が入ってきますからですからまあインプットとアウトプットですね、えー、この辺が、えー、自分に合った SNS で、えー 活用ししててほいいなって思います、ね <laughs> まあ NFT に関してはあの、まあ、ご存知のように、えー、ブロックチェーンをねあの活用した、えー、技術でねいろんなことが NFT でねできるようになってるんですが、えー、今日はあのメタバースに関してですねちょっと掘り下げていこうかなっていう、まあ、時間的に今はそんな感じになると思うんですけど。 まあ、メタバースっていうのはもう仮想空間ですね。で、まあ、仮想空間で何、えー、ていうかな、えー、自分の、まあ、空想この実際この VR とか AR を見ながらですね、えー、何々したつもりとかね、まあ、実際今もう企業ですね大企業とかは、えー、メタバースでね仮想空間の中で えー、会議したり、まあ、通常だったらね支、あのー、店長とかみんな全国から集まって、えー、またねそういう会社の幹部が集まって会議したりとか、えー、新幹線や飛行機に乗って車でね、えー、一か所に集まって会議してたのが、まあズームであったり、えー、これあるんですがご自分のアバターを作ってですね仮想空間内に。 そのアバターが自分の分身のアバターがこの会議場に参加するという形ですごくこうリアリティな感じで身振り手振りしながら会議をするとまあそれってねまあズームとかもう今当たり前にコロナ禍でね当たり前になってますけどあの結構何ていうかなズーム嫌がる方も多いんですよね。 特に女性なんかリモートだけどいちいちこうお化粧しないといけないとかさ <laughs> 髪も整えないといけないとか気にするんですよね顔が出ちゃうんでね。ただ一方でその仮想空間のアバターになるとこんなの関係ないですからねもうひげぼウぼウだろうとあのノーメイクだろうとアバターがもう可愛くて、えー、スタイリッシュで。 綺麗な服着てたらいいじゃないですかそれで <laughs> そういうのがこのメタバースの世界なんですよね。まああのこういうコロナ禍でねえ皆さんリモートとかえ今企業であのワーケーションとかって言ってねえまあ会社に出勤してこなくてもえまあ南国のリゾートでも仕事ができるっていうワークとねバーケーションを 合わさったこの、ねえー、造語なんですけどワーケーションがねだいぶ企業にもあの進んできてるんですけど、えー、そういうもう世界がもう当たり前になってますので、えー、コロナ前に戻るかったら戻らないですねまず戻らないだってさもうヤフーの会社とかもう社員8,000名ぐらいいらしいんだけど もう自由どこに住んでても自由、ね、そこで仕事ができるっていうことなんでまあ、えー、広くね取ってた立地、えー、もいいこのビルのオフィスのねもう月何百万何千万するような家賃払わなくていい,い,いわけですからね毎月の固定費がめちゃくちゃ高かったっていう 企業が、ね、今東京のオフィスをもう解約して、えー、こういうリモートワークに切り替えてるところもたくさんありますから、まあ、その分ねあの社員の福利厚生に回したりとか、えー、働きやすい環境をね作ってあげたりっていうところに、えー、お金を使ってればねまあ社員も喜ぶしね会社も経費が浮くと。 といううことはもも皆さんも、ねえー、当たり前にもう知ってきたので、えー、非常にコロナ前に戻るっていうのは、えー、厳しいでしょうね。でこのメタバース空間の中で、えー、このアバターでね、えー、もういろんなことができるんですよとにかく。ま,あ、まずこの、えー、今後のね将来的に今、えー、いろんな えー、専門の方がねあの資産出してるのがですね例えば、えー、2027年今から5年後アバターとかねメタバースで、えー、アバター自体がね5年後ですよアバターが世界で10億人になるだろうって言われてるんですよ。5年後 アバターが10億人でですよ世界で日本の人口1億2千万ですよね。<laughs> もう10倍ぐらいに10億人がこの仮想空間の中にいるんですよ。リアルの人もいるんですよだから高校でねあの人口が増えるっていう感じっていうか、まあ、仮想空間の中に10億人が生まれると。でその市場マーケットっていうかね もうここで経済が動くわけですよ。市場経済がマーケットが約二十兆円。二千二十七年十億人のアバターで動く経済がね二十兆円ですよ。すごいですよね。でそれが三年後のね二千三十年にはこれたった三年後ですけど。 もうそこがもうものすごいこの急加速でえ世界中に広がっていきますのでたった3年後に倍になるんですよ人数がねアバター人口が20億人アバター人口が20億人ですよでその市場経済のマーケットが3年で20兆円から100兆円ドッヒャー 100兆円ですよ信じられますかねえこれだけの経済地上経済になるんですよマーケットがねそれだけ広がるっていう、えー、今今年2022年でしょ2030年まであと8年ですよ8年でアバターが20億人マーケットが100兆円これは参加 ししない方がおかしいですよ、ね、あのもうね今お聞きになっている方はラッキーですよもうこういう世界がもう好む好まざるに,に関わらずやってくることは間違いないんですよ。だったら、えー、勉強すべきですよね。もっと知るべきですしもうすでに、えー、アバターを作って えー、仮想空間で、えー、メタバースをね楽しんでる方はもうすでにいっぱいいるってことですよたくさんいていやもう経済をどんどん生んでんですよねじゃあなぜ、えー、皆さんねメタバース仮想空間でアバターになって、えー、経済活動をするかっていったら、えー、今のねリアルの時代では ななんていうかなこのコロナ禍もあってだと思うんですけどもう人と会うのもね気ぃ遣うし移動するのも大変だしなんやかんやでもあの面倒くさくなってるんですよね皆さん外に出るのも面倒くさいし人に会うのも面倒くさいしっていうこのね先ほどもね言いましたけどズームではお化粧しないといけないとか 服装とか髪型も気になるんですけどアバターだともう全くもうすっぽんぽんであろうとなであろうと全く関係ないわけですからね面倒くささがないなくなるここはね結構キーワードなんですよ。でそれ以外にじゃメタバースの世界でどういうことが経済をでね動いていくかっていうとまあちょっとね あの思考をもう回転させないとなかなか想像つかないかもしれないんですけど例えばえ仮,想通貨のまあ仮想空間の中でねえ土地の売買とかイメージできますで家を買ったりとかですねで家を建築したりその,あの有名なデザイナーが設計した家を 建てればそれだけのお金もかかるしであと結婚相談所とかもあるんですよアバターで <laughs> ちゃんとイメージしてくださいよ皆さんねこの仮想空間のメタバースの中で土地の売買家の売買、ね、家の建築結婚相談所もちろんね靴を買ったり服を買ったりたくさんあるわけなんですよ。 でそこでやっぱり何て言うかなあの土地を売買するったり家を買ったりするのもいろんなね不動産手続きとかめんどくさいのがいっぱいあるじゃないですか。役所に行ったり何とか手続きしたり印鑑証明取ってきたり印象のどうのこうのとかめんどくささがいっぱいあるでしょ。まあ、そういういいのが一切ないってことこですよ面倒くささがもうそぎ落とされる。 これがメタバース仮想空間の世界なんですよねだからリアルよりはもう面倒くささがもうほんにそぎ落とされてえそれにかかる経費が全くかからない。だって家に見に行くだけでもなんていう車を出してえそこまで見に行ってえガソリン代も使って時間も使って。 やるわけでしょ土地にしろ靴買いに行くにしろこれがもう家のデスクに座っててもう, AR, もうあの AR とか VR のこのグラスゴーグルをつけてるだけでもう何も歩かずにそこに靴買いに行ったり服買いに行ったりってできるから面倒くささとか経費がかからないっていうのがこれ世界に広がっていく理由なんですよ。 ところが利益はめちゃくちゃゃく多いですからね先ほど言ったこの経済のねこのマーケットが、ね、今から5年後に20兆円今から7年後に100兆円規模のマーケットになるっていうだからもうこの面倒くささが過ぎ落とされて儲かるっていうところで、ね、単純にみんながみんなこうメタバースの世界に入ってくると。 そこに入りきれないこの8年の間に入りきれない方はもう大きく大きく取り残されるっていうことになるんですよ。ちょっとねどうですかびっくりしませんかこれだけのねあのもう世界が来るんですよ。もう間近なんですよね。今かから年年後30年後とかの話じゃないんですよ今話してるのは5年後8年後の話なんですよ。 すごいいと思いませんこの情報を知ってるか知らないかだけでも、ね、NFT とかメタバースに興味を持って調べる調べないじゃあ今年からメタバースでアバターを作ってみるとかねそういったのもあのまあ経験すぐ行動する方はすぐ行動に移すんですけどね。何度も言いますけど好む好まざるに 関係なく。こんな時代がやってくるわけですよ。はい、あなたはじゃあどうしますか？ってことですよね？ねねそれ以外でもう普通に今まで通りの。何て言うかな？アナログの世界で経費も使って何人もして。これまで通りに暮らすのか？それともこういうメタバースの世界で。 えー、もっと楽しくね、えー、人生を謳歌するのか、まあ、これまでにないことなので、えー、とても踏み出しにくい感じもするかもしれないんですけど、まあ、調べてみればあそんなことかとかそういうもんだと思うんですよね。ですから、えー、もっともっとね、えー、メタバース仮想空間のことをね、えー、思考力をちょっと高めながら 想像して空想して、えー、あこんなもんだろうなっていうのをぜひねあのご自分おののとですね、えー、想像してほしいんですよね。例えばこのメタバース仮想空間の中ではさらにですね世界旅行も簡単に行けちゃうんですよね。そんなに経費もかからずに世界旅行 世界遺産見に行きたいいじゃないですかこんなコロナ禍ででもこの VRAR はめるだけでめちゃくちゃもう自分もアバターになってね本当に現実の世界にいるみたいな形でマチュピチュ行ったりとかエジプト行ったりとかね、えーまあ、ヨーロッパ、ねえー、行ったり世界遺産でこういう 風になるとあの北極南極行くの大変でしょ。もう厚着もしないといけないし寒いところだからね、それもいらないんですよ。自分の家の椅子に座ったまんまでどこにでも行けるってどうですか。魅力ないですか。すごいですよね。まあただその風を感じたりとかですね。暑さ寒さとか感じないし。 えま匂いとかもね感じないんですけどただ本当にもう見てるっていうだけでもわーっとこう映画見てるのとは全然違いますからねものすごいだから立体感とリアリティでえ実際僕自分がねあのそこのえ遺跡の中に入ってみるとかただ外から見るだけじゃなくてねほんと近くまで行ってえ触れられるような距離まで近づいてみるとかね。 そんなのがもうリアリティにこうゴーグルをはめるだけでねできちゃうとすごいですよねもうそんな世界ですからいややばいですねこれねあのだからそれができるってことはもう極端に言えばこのメタバースの世界ではアバターになって空も飛べるんですよ空も。 スーパーパマンみたいにね空飛んだりあと動物になったりとかですねサバンナの中に行ったら怖いでしょライオンとか猛獣とかいるからでもメタバースの中ではそこにも行けるんですよ全然噛まれたりしないし怖くないんですよねもちろんだから宇宙にも行けるっていうことですよ宇宙もうねあの前澤さんがもう100億円とかかけて 宇宙行ったりするけどそんなお金もかかんないし時間もかかんないしパッと宇宙に向けたり例えばまた皆さんがよく見る映画館ありますよねその映画でも表面的に見るじゃないですかこれメタバースの世界になるとこの映画の中に入っていくとかねすごくないですかもう目の前でカーチェイスがバーンって来ておっとって避けながらとかさねえ 銃弾が飛んでもうあのなんかなマトリックスみたいにさうわーって銃弾避けたりとかさま実際当たんないからねそれ心配しないでねそんな世界がこのメタバースねの世界なのでもう何にでもとにかくなれるんですよね王様になりたいことは王様になればいいしねもう本人アバターになってえーもう王様気分でえー もう本当にリアリティでこういろいろねあの体験し体感してみたりとかですねいろんな人になって体験もできると思うんですよねすごくないですかいろんな職業の体験してみたりとかですねリアルの世界ではありえないことがそこではできるんですよねこれがメタバースの世界なんですよ。 ね、これが、あのー、好む好まざるにかかわらずやってくる世界です。ねこれを知って体,体験するかどうかはあなた次第ですね。<laughs> なんか変などっかで見たどっかで聞いたフレーズみたいになってますけど「信じる信じないかはあなた次第です」と <laughs> いうことで。 で一旦シ、えーマさんで後半ね移りたいと思います。プレミアムオーダー熊本県阿蘇南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を加熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞。電話0988688282まるで陸上の珊瑚礁。 読谷村にあるサンゴ畑は日本最大級のサンゴ養殖施設120種類のサンゴとたくさんの海の生き物海に潜らなくても沖縄のきれいな海を思いっきり堪能できます苗作り体験やツアーもやってます行ってみようサンゴ畑沖縄手帳好評発売中 グーンと使いやすく内容充実沖縄情報満載旧暦やモアイ帳沖縄関連の資料も掲載沖縄は愛する人筆形サイズは2種類色は4種類沖縄手帳は書店またはネット通販ではいどうもレッツ深呼吸お届けしてます今日はですね、えー、2月8日、えー、火曜日の、えー、放送なんですが、えー、ちょっと収録っていう形になってますので え申し訳ないんですが、えー、もう本当に、えー、今日はですね、えー、もう今から来る、ねえー、近未来の話をね、えー、前半からお話ししてるんですけど、まあ、NFT とかメタバースねライブコマース、えー、後半はですねちょっとライブコマースのね、えー、話とかクラブハウスのね話もちょっとやってみたいなと思ってですね っていうのは、ね、もう本当にね僕の周りの人若い人も含めてですけどクラブハウス知らないやってない音声メディアのねボイシーも知らない、まあ、知ってるのはツイッターとかねえなんか SNS やってるのって言ったら LINE とか <laughs> Facebook とかっていうぐらいとかも多いし。 まあ、インスタグラムもねあのぼちぼちいますけどね TikTok とかもいますけどもうそれすら古く感じるぐらい新しいのがねどんどん出てきてますからクラブハウスっていうのが、えーまあ、実は、まあ、私がね、えー、去年の2月2日に登録してたんですよね。で丸、まあ、1年経ちました。で1年だったら あの自分のアイコンにマークがつくんですよそれであ登録から1年経ったんだなっていうのが分かりますしねでマークがついてましたんであ2月2日のこの時間帯だったんだと思ってねいや1年クラブハウス本当にねクラブハウスで私の人生も大きく変わりましたね。もののすごいこのターニンングポイントになりました うん、知らない人はぜひですね「クラブハウス」っていうあのアイコンをスマホでねダウンロードしてインストールしてでそれから登録して、えー、簡単にクラブハウスに入れますから,からここでどういうことがね、えー、行われているかっていうともう完全に音声メディアなので、えーまあ、聞く人はこんな感じでねラジオ感覚で。 えー、ただ聞いてるっていう人もいっぱいいますけどあのこのクラブハウスの中にはこのルームっていうのが存在しててですねで廊下っていうところから廊下っていう言い方はあれだけどあのクラブハウスに入るとこのルームが見えるんですよいくつかのルームどこのルームに入ろうかなっていう感じでね。 えー、こんなこことでお話しされてますよこの部屋はでこの部屋は、えー、こんな今言ったねあのメタバースのことで話されてますよとかあこの部屋,は部屋はライブコマースの話をしてますよとかこの部屋は、えー、なんか占いみたいのをやってますよとかっていうのをタイトル見ながら分かるしでこの部屋に何人ぐらい入ってるかっていう数字も見えますので。 まあ 2, 人でで入入っているところははルームは入りづらいですよねだから人数が多いところ最初はね入っていったりとかしてでそのルームに入るとですねえ一番上にスピーカーゾーンっていうのがありましてここはもうマイクをオンオフねミュートにしたりオンにしたりしながら自由におしゃべりができる。 エリア上の方のエリアがこうスピーカーズエリアっていうんですけどねでそこにモデレーターっていう形で緑のマークがついててそのモデレーターっていう方々が、えー、いろいろこのルームのなんていうんですかね運営者っていうか、えー、そういう方々になるんですけどその下の下のエリアにいるのがスピーカーズエリアの下にいる方々がオーディエンス。 聞くだけ上のスピーカーズエリアで話している人たちの話を聞くだけっていう、まあ、大きく分ければそんな感じの、えー、クラブハウスのルームなんですけどね。でオーディエンスにいる方でもこの手のひらのマークがあってでそれをポチッと押すと上にいるスピーカーズエリアのこの緑のマークのモデレーターさんっていう人たちの 手元にですねあどの方が今手を挙げてるなハンズアップしてるなっていうことで要はスピーカーズエリアに挙げりたいっていう表,、まあ、表現なんですよね。でその方をスピーカーズエリアにあげたりすることができるのがこのモデレーターさんっていう方で上に上がってもらって何かお話ししたいことがありますかとかちょっとお話し,しましょうみたいな形で。 オーーーディエンススからスピーカーでそこでいろんな方とお話しするとだから自分のアイコンだけですからね顔写真のアイコンだけですからこれももうすっぴんだろうとどんな格好をして言おうと声しかそこには出ませんから、えー、もう自由にね、えー、家のパソコンの前とかスマホの前で、えー、パソコンじゃないなスマホだねほとんど。それで 参加することができるんですよねこういういコミュニティにで、それを、まあ、去年からねあのもう1年経ったんですけど、えー、私はどんなところにいたかっていうとですね、えー、まあ最初はクラブハウスのこと何にも知りませんからまずはクラブハウスって何だろうっていうことをね気になってたので、えー、そうだねまあ うん、このクラブハウスの使い方っていうのはあの初心者の部屋っていうのがあってでそこで、えー、質問しているる方々がいるんですよでそれにまたあの答える方々がいてちょっと前からねクラブハウスやってる方が答えてでそんな感じでこうやり取り、えー、してるとですね ああクラブハウスってこんな使い方ができるんだこうするんだっていうねでこの初心者ルームでずっとオーディエンスで聞いてるともう自分も答えられるよようになってくるんですよねそうするとどんどん初心者が入ってきますから「これどうするんですかああするんですか?」って質問が来た時に、えー、どなたか答えられる方っていう感じで。 まあ私はハンズアップしましてスピーカー勢に上がってえその質問に対してえチャレンジ回答しますっていう形で間違ってもいいんですよねチャレンジしてえどなたか補足あればどうぞみたいな感じでねそうやってどん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 理解度が増していくんですよね。でそうなるとまあ私もモデレーターマークがつくような形になって「クラブハウス楽しいな」みたいな形で楽しんでたんですよね。 ところが、えー、月日が経つと、えー、初心者の方がどん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 減ってきてもういなくなってこういう質問的なことがもうほとんどなくなってきて、えーまあ、雑談的なことが増えていったんですよねこれはちょっとあ時間の無駄だしつまんないなって思った時に7月10日の朝にですね朝5時に。 えー、たまたまクラブハウスに入ってみたら朝朝5 5時時ですよ朝5時に300人以上の,このルームがあったんですよえ朝5時にこんな300人も集まってるルームがあるんだって普通はね平均してあの時10名20名とか多くて30名ぐらいとかねそんな感じですよ朝5時って。 300人集まってるるルームがあるんだどういう話をしてんのかって入ってみたらなんと、まあ、日本のもう名だたるこの経営者とか、えー、著名人とかですねもう有名な方ですよテレビでも見る方とかこういったあのベストセラー作家とかですねそういう方がゲスト登壇されててとても有益な話をされてるんですよ。めっちゃ めちゃくちゃゃく勉強になるんですよまあ前半に話したね、えー、こういった NFT とかメタバースとかライブコマースとかいろんな話をこう、えー、したりですねで経済の話をしたりしてるわけですよ。これすごいなとめちゃくちゃ勉強になるなと思って僕毎朝聞こうと思ったんですよね初日で。っていうのは、えー この朝5時のルームが5時から6時半できっちり終わる1時間半で終わるこのルームだったんですよね。あのまあ毎朝4時半ぐらいに起きれれば毎朝聞けるんだと思ってこれ毎日やってますからねこのルームは。去年の2月12日から毎朝欠かさず毎日やってるルームだったんですよ。これ毎日聞きたいなと思って あのまあ,あの私は、えー、まあ大体ねあの年齢重ねてくるとこの学生の頃と違って勉強意欲が湧いてくるんですよ。いろんな歴史のこととか経済のこととかこれから未来のこととかあのやっぱり知らないよりは知ってた方がいいじゃないですか。か勉強するために普段、えー、こういうクラブハウスに出会うまで 何があったかって言ったらあの本屋さんに行って本を買って本読みなさいだったんですよ。本を読んだらいろんな知識自分が知りたい知識がね得られるってことだったんですけどまあお金もかかるし時間もかかるしで僕本読むのめちゃくちゃ苦手でもう23ページ読んだらもう眠たくなるんですよね。<laughs> そのぐらい本読むのが苦手でですね もう年間に一冊読読むかな読まないかなななまいいぐらいの本当にあの本読むのが苦手なタイプなんでただこの朝5時ルームに行くとですねまあ多い時には500人600人いるんですよ朝5時から。いや僕が経験したのは本田健さんとかね武田尊さんとかも有名な方が来た時はそこまで人が集まったりするんですけど朝5時ですよ。 でそこでもう,おもう毎朝アベレージでもう今はもう400人ぐらい毎朝来るような業務なんですいまだに。もうご常連さんが多いんですけどね、えー、大体いつも来てる方が多いんですけどまあ本当にそれで日々勉強になるなで朝5時から6時半これ聞いてるとなんか一冊の本を読んだような感覚になるんですよね。 得したななと思うじゃないですか読み聞かせじゃないけど本を買いに行かなくてもいいし朝ただ早起きができて5時,5時から6時半までこれ聞いてるだけで1冊の本を読んだぐらいこのインプットがすごいんですよね。正しい今の情報とかこれからの情報とかね経済の話とか。 たたくさんんんけけけるるわけなでですすよよ成功事例ととかか失敗した経験とかね毎朝これ聞けるんですよだからもうこれは、えー、去年の7月10日から今今日現在に至るまで2回だけ聞き逃してるんですけどね寝坊して <laughs> 前の日ちょっと飲み過ぎちゃったりとかしてね起きれなくてタイマーちょっとセット忘れたりとかしてたった2回だけですよ聞き逃したのは。 それだけ去年の7月10日からもう毎朝僕も聞いてますだからかなりね前半で話したもうこととかもね、えー、一般にはもうなかなか知り得ない情報とかたくさん勉強してきましたんで、えー、こういったラジオでねまたアウトプットをして、えー、自分のものにしてるんですけどこれぜひおすすめですねクラブハウス。だからこののクラブハウスの中で え知った情報が今真剣に取り,込取り組んでるライブコマースなんですよね。ライブコマースまたねこれ知らない方も多いんですよね。ずっとね今日はあまり時間がもうなくなってきたんですけど簡単に言えばですねなんかジャパネット高田とかのテレビショッピングがあるじゃないですか。あのテレビショッピングのスマホ版みたいな感じでもうライブで生で。 えー、配信しながら、えー、物を売ったりですね、えー、投げ銭もらったりとかっていうするスマホい一台で、えー、なんか商売ができるんですよねすごいんじゃないですか。でこれを本気でやろうと思ったのが、えー、去年の8月9月頃だったかな。で、えー、は初めての配信が。 2021年11月5日が初配信だったんですけどあのまあコロナ禍でですね沖縄がもう観光立県沖縄がもう経済大打撃で、えー、沖縄のねお土産屋さんとか、えー、いろんなところが本当に悲鳴上げてたんですよ。もう在庫が山になったり賞味期限間近なものがいっぱいあったりそれ 廃棄処分しななないいととけなくなったりとかですね工場は4分の15分の1稼働でえ事業をね休ませるをえないとかもう本当に悲惨な状況だったのでじゃあこのライブコーマースを使ってえ全国からもね沖縄好きな人いっぱいいるけどこのコロナ禍で沖縄に来れない方もたくさんいてそういった方に沖縄の物産品もライブコーマースで販売しようと。 え決してですね11月5日からスタートしたとで現在に至るんですけどいい感じで来てるんですよねこれをね皆さんに本当に教えたいそれで宜野湾市の商工会にですねエキスパート登録しましてえ私が講師になってですねいろんな方にこれを伝授していきたいなと思ってですね なんか新聞の取材も来てましたね、まあ、近々ね、えー、記事になって出ると思うんですけど私のこと「ライブコマース」って出るかもしれないけど、まあ、その記事見てもですねわからないと思うんですよライブコマースってだからあのご自分で調べたりとか、えー、そういったことは絶対必要になりますのであのまあ簡単にねググ、えー、ったら出てきますからねどういうものかっていうのはまあ調べられます。 調べらられる時代ですからそういうふうに勉強してもらえば、えー、店舗も持たなくて在庫も持たなくていつでもどこでも気軽に、えー、自分の、ね、好きな時間帯で配信してね、えー、物販できたりいろいろできますのでこの辺はもうとにかく時代にね取り残されないように、えーまあ、最近分かりやすく言えばあの YouTube とかであのヒカキンさんとかヒカルさんとか中田敦彦さんとかみんなすごいじゃないですか YouTube でものすごいこう億単位収入を取ってますよね年間ね。でもヒカキンにしても周りで誰もやってない時に始めたから今があるわけでしょ。で僕も周りが誰もやってなくて沖縄で初めて僕やってるんで。 でも今後私みたいな人がもう10人20人、ね、100人200人500人1,000人っていうふうになっていくわけですよ。で周りがこうやってるのを見てあって気づいてやるのかそれとも今全然少ない時の今に今これを捉えてやるのかっていうのはね将来将来っていうかもう本当に1年2年3年先も大きくね 生活が変わってると思うんですよね僕はそのぐらいのね、あのー、ツールですからもう人生のねタイミングポイントになることは間違いないのでえこの放送を聞いた方はもうラッキーですからいい情報を聞いたなっていうことでえすぐね、えー、取り入れる方もいれば聞き流す人もいるし、まあ、これが、ね、人生というかこれが 世界なんでですすけどね、うんまあ、僕もそうですよだから僕だけじゃなくてたくさんの人がこのクラブハウス内でとかねこのライブコマースの情報は聞いてるはずなんですよねただやるかやらないかだけなんですよ。たたくさんの人が聞いてたけど行動に移しつで沖縄で僕初めて配信してだから、ね、新聞の取材も来ると。 いうことになったのでだから最初にやるっていうこととても大事なんですよね。まあ、よくファーストペンギンっても言いますけどねなぜファーストペンギンかというと、まあ、ペンギンが住んでるね南極とか、えー、その辺でね、えー、ペンギンって氷の上にたくさんいるじゃないですか。だけど最初の海に飛び込む時にね怖いわけですよ。ペンギンギを狙ってるシャチとかさ そういった餌にしてる人あの動物もいっぱいいるわけですからだけどそれを意を決して一番最初に飛び込むペンギンそ,してその後にみんながバーって飛び込んでいくんですよねあ安全だとか確認してでそういうファーストペンギンになりたかったんですよね僕もねだからファーストペンギンになりました。もう皆さんも,もうセカンンンドペンギン ね、もうまだ10人20人30人とか50人とかって言っても全然あの将来ね沖縄県でも何百人何千人ってなるの間違いないですからまだまだ早いと思いますんで是非ね、えー、今聞いてこれだと思った方はまず調べて、えー、行動に移す、ね、これをぜひお勧めしたいなと思います。えー、今日はです、ね、もう本当にあっという間でしたけど えー、こ,ういうこれから来る好む好まざるにかかわらずやってくる、えー、こういった時代にね向けて何をするかっていうこのヒントをねお伝えしたつもりなんでぜひこれを聞いた皆さんね、えー、やるかやら,やらないかはあなた次第ですということで、えー「列深呼吸」これにて、えー、さよならしたいと思います。えー、来週はは、ね、生でででおお届けしししたいいいと思まますす、えー、よろしくお願いしますそれでは皆さん さよなら。